当にあの歌が大好きでした。今回は歌手増田恵子さんの気になる木一つ目をご紹介。3時間寝れればいいような生活でしたね。ピンクレディー時代の多忙を極めた時代から今も全力でステージに立ち続けるケイさんの美の秘訣を大公開。今日それを見せていただけるんですか。仕方ないなSBI シニアの住まいとお金の YouTube をご覧の皆様、こんにちは、増田恵子です。あなたの元気を支える源は何ですか。明日からの幸せのヒントを提案するこの番組、気になる木、私の源、3つの木。昭和32年1957年生まれ、芸能生活48年増田恵子。70年代後半ピンクレディーとしてデビュー。爆発的なブームを巻き起こした。私の源3つの木、一つ目はですね、Do My Bestです。2010年の9月1日、ちょうど解散宣言を以前した時にですね、解散やめを発表したんです。これからはあの永遠にあのピンクレディーとしてもソロ活動としても並行してやっていこうというふうにあの発表させていただきました。現役で歌手としてステージの上に立ち続けるケイさん、それは幼き日からの夢であったという。なんでかわからないですけど、物心ついた時から私は歌手になるって勝手に決めていて、なぜだろうって不思議なんですけど、本当にあの歌が大好きでした。ちなみに中学からすでにその頭角を現していた。学生時代っていう楽曲でなんか音楽のテストがあった時にね、歌みんなの前で歌ってみんなすごい拍手をくれたんですけど、そうそう、その音楽の先生が褒めてくれるのではなくて、増田さんそんなに拳を回して歌ったらダメって。そして転機が訪れたのは高校1年生。後に相方となるミーさんと出会い、共にヤマハ音楽が主催のオーディションに合格。浜松のボーカルスクールにあのもう月謝はいいからぜひ来てくださいっていうふうにあのずっと言われてたんですけど、なんかそういう学校に行っちゃうと個性がなくなっちゃうからどうしようかってミーと話してて、そしたらもう社長さんから直々にお電話をいただいて、とにかくタダでいいと、とにかく一回でもいいからレッスンに来てくださいっていうふうに言われて、すっごく面白くて、それから毎週あの日曜日に静岡から浜松まで鈍行に揺られてあのミート2人で通い出したのが本当の夢をつかむ一歩。そして18歳で念願の歌手デビュー。生活は一変したという。3時間寝れればいいような生活でしたね。一番すごい時で15本ぐらい。だいたい歌のお仕事はスタジオに入るとどんなに寝てなくても、歌って踊ることが大好きなので、突然なんかすごい元気になって歌って踊ってっていう感じだったんですけれど。そう、昔から歌うことが元気の源。しかしコンサート直前に腹膜炎に。そこでベストを尽くさないといけない出来事が。もうチケットはもう完売だし、初めての武道館だし、やるに決まってるじゃないって絆創膏で止めてはあるんですけど、衣装に染みてくると嫌じゃないですか。それで、あ、そうだ、なんかラップとかないかなって言ってラップを持ってきてもらって、自分でラップを巻いて
コンサートをやったんですよ。痛みに強いっていうのか、痛みを感じなくなっちゃうんですよね。もう幸せすぎて本当に嬉しくって幸せな、はい、コンサートでした。そして今でも歌への情熱は冷めていない。現在66歳、全力でステージに立ち続けるため長年やっていることが、苦しい時に吐く。体幹を鍛えるピラティス。苦しい動きの方が吐く。そうですね、呼吸は大事だと思いますね。息を止めたら絶対苦しくなるから、ちゃんと息を吸って吐く。大体今ぐらいで、もう一個やりたい。あ、全然これで。そして何より楽しむことが大事だという。ピラティスは本当にもう15年ぐらい前になるのかな、もうちょっと20年にはなってないと思うんですけど、15年ぐらい前から始めて、その前にクラシックバレエはもうかれこれ30年近く前から始めました。はい。今日それも見せていただけるんですか。仕方ないな。というわけで向かったのは港区青山。実は K さんがバレエのレッスンを受けているのは、世界的なプリマバレリーナ森下陽子さんが活躍する松山バレエ団。よろしくお願いいたします。親友の足利芳美ちゃんという女優さんが時代劇で、重たいかつら と、お衣装をつけて山を駆け上ったり下ったりのその繰り返しの撮影があった時に、もう私が息がハーハーしてて、けなんか昔体力あったのに体力落ちたんじゃないって言われて、でこのクラシックバレエはすごくね、体幹も鍛えられるし体力つくから一緒に行こうって言って続いてます。30年以上前から始め、現在も週に一度のレッスン。こちらも歌に通ずるものがあるという。ピラティスで体幹を鍛える、それからクラシックバレエで筋肉をつけてしなやかな体になって、今まで以上にこう声を出すのがとっても楽になったので、これはもうやめられないなと思って続いてます。姿勢をとにかく良くしていないといけないと。ここの胸のところがその照明が当たった時にね、レフ板の効果をするんだ。だから胸がこんな風にこう丸く後ろに下がってたら顔も沈んで見えるけれども、ここをちゃんとその上に向けて照明が当たるようにすると、表情もすごく明るくなるし、これはもうやめられないなと思って続いてます。常に最高の自分でいられるように、私はいつでも歌うためにいろんなことにチャレンジしています。そして次回は、ずっと歌ってたい、歌える限り歌唱力を維持し続けるボイストレーニングを大公開。さらに、いい意味で怖い存在でしたね。特に阿久先生、ピンクレディの楽曲を数多く手掛けた作詞家阿久悠さんとの思い出を語る。ピンクレディはその後の私の人生の羅針盤になってます。SBI シニアの住まいとお金。